everyone, it's Momo. こんにちは、Momoです。この基本の英文読解のコーナーでは、英文記事の一部を使って、文法解説、英文構造の把握、重要表現などについて説明します。また、一通り解説を終えたら、最後に英文を前から読む練習を一緒に行いたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では、早速始めましょう。今回は、Some in US not ready to give up face masks という英文記事の一部を使って英語を学んでいきたいと思います。タイトルは、アメリカではマスクを手放す覚悟ができていない人もいるといった意味ですね。では、内容を見ていきましょう。More than 120 million Americans are now vaccinated against the new coronavirus. 意味の区切りがいいところにスラッシュを入れています。まずさらっと触れておきたいのは、コロナ禍で最近よく目にする vaccinated という言葉です。原型は vaccinate という動詞で、何々にワクチン接種、予防接種をするという意味です。本文では are vaccinated とワクチンを受ける側を主語とする受動態になっているので、 ed がついた過去分詞の形になっていますね。受動態がよくわからないという方は、ぜひこのチャンネルの受動態についての動画をご覧ください。ちなみに名詞の形、vaccine もぜひチェックしておきましょう。ワクチンと発音する日本語とは音もアクセントも全然違うので、要注意の単語ですね。次は against という前置詞を見ておきましょう。against の基本の意味は、何々に対してとか何々に反対してです。なのでここでは、新型コロナウイルスに対する、つまり新型コロナウイルスを予防するためのワクチン接種なわけですね。全体の意味を取ると、現在1億2000万人以上のアメリカ人が新型コロナウイルスのワクチン接種を受けているといった意味になります。次に進みましょう。 Local officials across the United States are using social distancing。最初の local officials というのは、地方自治体の職員とか関係者という意味です。実質、ここでは地方自治体そのものを指していると捉えてよいでしょう。ではまず、across という前置詞をチェックしておきましょう。across の基本の意味は、何々を横切ってとか何々の向こう側にといった位置を表すための意味をまず覚えておくといいのですが、もう一つよく使われるのが、何々中に、つまり何々の至るところにという意味です。ここでは Local officials across the United States とありますから、アメリカ中の地方自治体がという感じですね。次は時制を確認しておきましょう。Are easing とあるので、現在進行形ですね。be 動詞プラス動詞の ing の形で、今起きていることを表しています。現在進行形について詳しく知りたい方は別の動画にまとめていますので、ぜひそちらをご覧ください。ここでは、easing は ease という動詞の ing の形で、ease は緩めるとか緩和するという意味があります。もう一つ、コロナの流行でよく目にするようになった言葉をさらっとチェックしておきましょう。social distancing です。これは、ソーシャルディスタンスを取ることという意味です。全体の意味を確認すると、米国中の地方自治体はソーシャルディスタンスを取るということ、つまりそういったルールを緩和しつつあるといった意味ですね。次に進みましょう。And many are dropping measures that require people to wear nose and mouth covers or masks です。ここではまず、many を見ておきましょう。この many は何を指しているかわかるでしょうか？先ほどの文から続いているので、この many は many of the local officials を指しています。地方自治体の関係者の多くがという意味です。次に時制を確認しておきましょう。ここでは are dropping となっているので、これも現在進行形ですね。B 動詞プラス動詞の ing の形です。ここまでの意味を取ると、drop という動詞はやめる、取り下げる、measures は措置とか対策といった意味なので、
地方自治体の多くが措置をやめているとなります。では measures の次にある that に注目しましょう。この that はどのような役割で使われているかわかるでしょうか。これは主格の関係代名詞の that です。ざっと以下の説が前の名詞を修飾、つまり説明しています。前の名詞にあたるのはここでは measures、措置ですね。これが関係代名詞によって説明したい語、つまり先行詞です。この関係代名詞ざっと以下の部分が measures を説明して、なんとかな措置という意味になっているんですね。関係代名詞がよくわからないという方は、関係代名詞についての動画で詳しく説明していますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。では、この関係代名詞 that の説の中を見ていきましょう。チェックしておきたいのは、require という動詞です。require は何々を必要とするや何々を要求するという意味の動詞で、今回のように目的語である人と to 不定詞を続けると、誰々に何々するよう要求するという意味になります。この文では require people to wear nose and mouth covers とあるので、人々に鼻と口を覆うものを着用するよう求めているということですね。次に or も見ておきましょう。or というと、あるいはとかまたはという意味がありますが、ここではつまりとか要するにといった言い換えの意味で使われています。nose and mouth covers、鼻と口を覆うもの、つまり masks、マスクということですね。全体の意味を取ると、そして多くが鼻と口を覆うもの、つまりマスクの着用を求める措置をやめているといった意味になります。次に進みましょう。However, not everyone in the country is ready to surrender their mask です。ここでは、Not everyone という表現に注目してみましょう。これは部分否定と言われるものです。部分否定というのは、すべてが何々というわけではないとか、全部が全部何々というわけではないという部分的に否定する言い方です。もう少し部分否定について詳しく見ていきましょう。例えば、Not everyone can be the best in their field というと、Not everyone の部分が部分否定になっています。この not は文章全体を否定しているのではなくて everyone を否定しているので全員が何々というわけではないという意味になっています。この文では全ての人が自分の分野で一番になれるわけではないという意味ですね。一方で例えば No one can know the future with certainty というとNo one という言葉は全体否定の表現になります。完全否定とか全否定という言い方もできますね。誰も何々ないという意味です。この文では誰も未来を確実に知ることはできないという意味になります。部分否定との否定の意味合いの違いをお分かりいただけたでしょうか。また、everyone のように every がつく言葉だけではなく、例えば、Not all new ideas are good ideas というふうに all といった全体を表す言葉の直前に not をつけても基本的に部分否定の意味になります。すべてが何々というわけではないですね。この文ではすべての新しいアイデアがいいアイデアだというわけではないという意味になります。では本文に戻って確認してみましょう。Not everyone なので全員が何々というわけではないですね。この文の意味を取ると、surrender という動詞は放棄するとか捨てるといった意味があるので、しかしその国、つまりアメリカにいる全員がマスクをつけるのをやめる覚悟ができているわけではないといった意味になります。ちなみにここでの動詞は is という単数に使われる be 動詞になっていますね。everyone はみんな全員という意味なので、複数形のイメージがあるかもしれませんが、単数扱いということを合わせてチェックしておきましょう。ここで今回取り上げた表現をざっとおさらいしておきましょう。against
何々に対してとか何々に反対してという意味の前置詞です。across 何々を横切ってとか何々の向こう側に、そして何々中にという意味の前置詞です。現在進行形 B 動詞と動詞の ING 形で今起きていることを表す時制ですね。主格の関係代名詞 that 関係代名詞の節の中で主語の役割をするもので、前の名詞を説明します。require 人 to do 人に何々することを要求する。or 今回はつまりという言い換えの意味で使われていました。部分否定すべてが何々というわけではないという部分的に否定する言い方でしたね。では一通り解説を終えましたので、最後に一緒に英文を前から読む練習をしていきましょう。前から読むコツや重要性については別の動画で詳しく説明していますので、気になる方はぜひそちらをご覧ください。では始めましょう。前から意味の塊ごとに読んでいきましょう。 More than 120 million Americans are now vaccinated。現在1億2000万人以上のアメリカ人がワクチン接種を受けている。何の何に対するワクチンかというと、 Against the new coronavirus 新型コロナウイルスの。次に進みましょう。 Local officials across the United States 米国中の地方自治体は。Are easing social distancing. ソーシャルディスタンスを緩和しつつある。次に進みましょう。 And many are dropping measures. そして多くが措置をやめている。どんな措置をやめているかというと、 They require people to wear nose and mouth covers or masks.鼻と口を覆うもの、つまりマスクの着用を求める。次に進みましょう。However, しかし、Not everyone in the country is ready. すべてのアメリカ人が覚悟できているわけではない。どんな覚悟ができていないのかというと、To surrender their mask. マスクをつけるのをやめる。お疲れ様でした。どれぐらいの長さを一塊で読むかは、意味の塊ごとに前から読むことができてさえいれば、ご自身のやりやすいように調整してもらえれば結構です。いかがでしたでしょうか。実際に英文を読んで、どんな風に英語の文法や表現が使われているかに注目して理解していくと面白いですし、記憶に定着しやすくなります。ぜひ積極的にいろいろな英文を読んで理解を深めていってもらえればと思います。このチャンネルでは主にこのような英文読解や重要文法の説明をできるだけわかりやすく行っておりますので、よかったらまた見に来てくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Bye for now. ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てみたいという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。